皆さんどうもこんにちは、ヒカクゲームズです。本日もヒカクゲームズのマリオカート実況をやっていきたいなと思っております。本日もよろしくお願いいたします。今回ですね、レート5000どうということで、ネコピーチとともにレート5000目指していきたいなと思うんですけど、はい、今日第何回だ、これが5回目かな。はい、5回目ということでやっていきたいなと思います。なんだかんだ続けられてる。僕ね、だいたい別ゲームは3日坊主って言われてるんですけど、はい、続けられてることに感謝しながらやっていきたいなと思います。ちなみにさ、僕配信ソフトさ、配信ソフトって実は録画と配信同じところからやるんですよ。ポチって押す画面が1個上になると配信で、1個下になると録画なんですけど、さっき間違えて録画しようとして配信しちゃったんですよね。でさ、ミルダムでさ、配信の通知ってみんな困惑してたね。今からやるの、今からやるのみたいになってて、はい、やりませんってなっちゃったね。さあ、ということでみんなごめんね。しかも結構夜遅く、1時前ぐらいにさ撮影してたからさ、起こしちゃった人いるかもしんない、もしかしたら通知で。オッケー、しっかりとね、みんな分かった。僕ね、コインをもっと意識しないとダメだ。コイン1枚1枚大切にしていこう。しっかりと1枚、こういうとこもね、こういうとこもしっかりと逃さずに、アイテムいらない、アイテムよりもコイン1周目や。どう、この考え、きた、いいね、いいね、いいね。しっかりと行こう。しっかりと行って、いいよ。そう、あとさ、みんな気づいてる？レート見た？さっきのレート見た？4000いったのよ、レート4000いってんのよね。レート5000度だからさ、なんだかんだあともう1個も取れないよ、アイテムが1周目でも2位。でも2位、ちょっとここは被弾回避するために回ります。オッケー。うーわ、被弾回ったんだからさ、ひわくんさ、回っ、そういう風に言ってんだから、やん。あー、もう入れ替えていこう。こういうとこもね、焦らないで、しっかりコインを回収して次に備える。全然こんなの問題ないから、こんなの問題ない。頼む、落ちんな。そっち行くなってだから、そっち行くなって、木に当たってんだよもう。まあいいでしょう。一旦落ち着いて、しっかりと前見据えていこう。そっち取るなって、OKOK。 さあ、いや取らないんかい、そっちは。ダブル取るかと思ってちょっと逃げたのに、その努力を無駄にしてきた。うおー、カエルが飛んだ、クララが立ったみたいなノリだけど、 OK。 さあ、しっかりとこういって、いい、まだね、前離れてないから結構いけると思うんだよね。さあ、しっかりとコイン回収を意識して、いい、爆破した人がいた。ラッキー。人の不幸は蜜の味。そしてここでちょっと早めに降りて、ここはこっち行こうか。こっち行って、いいよ。さあ来い、何か、神よ、いやー、とどろけ雷鳴、来い。いや、かっこつけたんだから、なんか降ってくんないと。やばい、もうさあ、戻った。いや、今の神軌道修正来たな、今のは。ラッキー。今のびっくりした。終わったと思って、ああ、もうって天を仰いでた。ただ、この拾ってもらった命、変えられない。とどろけ雷鳴、二度目の正直だ。来い。落ちないんかい。こんなにかっこつけたのに、ただの中二病で終わっちゃうやん。ただの中二病で終わっちゃうけど、頼む、ダブル、よし、来い。なあ、無理か。でも当てた、しっかりと当てた。でもいいんじゃない、ここしっかりと行って。なんでこの橋を渡る直前でさ、もうここで7位、ラッキーセブン、実質1位、ありがとうございます。いやー、1しか上がらない。いや、結構いいレース展開ではあったよ。いや、結構いいレース展開だったけど、最終的にこうなるのが僕のマリオカートって感じするよね。はい、あとは前回のコメントで言うと、まあ今言ったね、一回被弾した後は後ろに下がって、コイン確実に集めてからアイテムで上がった方がいい、確かにね。はい、あとは上から目線で申し訳ないけど、4本目になるとだんだん子供の成長を見守る親の気持ちになってくる。マジか。松田さんかな、松田お父さん、ヒカックベビー頑張れ。さあ、ということでみんな花ちゃんバギー、1人だけいるね、空豆が。花ちゃんバギーやっぱ人気だね。花ちゃんバギーのこの人気に負けずに、僕も人気なマリオカート実況していきたい。さあ、ということでこのベーシック、やっちゃった。ちょっと気を抜けばすぐパンクすんのよ、僕の車すぐパンクするから気をつけないといけない。もう何度も言ってんだけどさ、パンクすんなって。でもすぐパンクしちゃうんだよね。でもいい、全然いい。さあ、中行って、いや、でも今みたいなとこも無理していかなくていいんかな、なんかそんな気がしてきたな。こういうとこはぶっちゃけ1周目はこうやって膨らんででも取りに行った方がいいよね。やばい、 OKOK、 いい、全然。あー、キノコ来ちゃったかー。あー、前切っちゃう季節が来ちゃったな。オッケー、6位、5位。さあ、モコータさん投げてから、あー、後ろ、前のケアしてたら後ろのケアが来るね。まあ、よくあることだよね。上か下かみたいなね。さあ、しっかりと取って、ナイス。いいよ、6枚か。少なくとも3周目に入るタイミングまでには10枚にしておきたい。さあ、2枚取って、いいね。素晴らしい。
いや、ここ赤食らいたくない。多分赤持ってたんだよな、4位の人。頼む、頼む。抜いてから投げて、抜いてから投げて、抜いてから抜いて、抜いて、抜いて、抜いて。オッケー、ナイス。さあ、いいよ。さあ、ここでキノコ来て、ショートカレー。うわー、そんなにいらない。供給、もう需要と供給が見合ってない。供給型よ、これ。さあ、ありがとう。さよなら、ここも行って。いや、なんで、なんで。さあ、ラッキー、松川さん。松川りみ。さあ、行こう。オッケー。さあ、ここ行って。さあ、10枚で、10枚で3周目。ちょっと1離れてるけど、ここで来るな、来るな。オッケー、ナイス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 。いやー、ちょっと間に合うか、間に合うかな、これ。行ってほしいけど3位フィニッシュかな。まあでも3位でもいいっちゃいい。やばい、あー、ラッキーラッキー。やばい、運転がブレたけど、運転がブレたけど、ラッキー。さあ2個投げて、2個投げて、いいよいいぞいいぞ。ショートカー来れば、来たー、ショートカー来た来た。待って、いや、盗むな。そこでね、もうタイヤと遊んじゃった、タイヤと遊んじゃった。盗まれたせいでもう散々だよこれ。また7位。もう次777来たら、もうスロットだったらいいけど、マリオカートだったら最悪。いや、来た、待って、ワリオスタジアム来てしまった。ワリオスタジアムはもう僕の中で、まあマジで得意なコース。生放送でも動画でも1回ずつ1位取ってるから、もうここに負けたらもうあのウイレ一生できない、ウイレとマリオカート一生できないぐらい追い込みでいこう。オッケー、そのぐらいの気持ちで取りに行きたいなと思います。さあ、ということで、いや、惜しい、あと一歩寸止めプレイさせてしまった。いや、もうベビーパークは運ゲーだから嫌なんだよな。ビーバーくんやってきたし、よし、行きましょう。そう、あとさ、なんか昨日さ、急に夜なんか合唱曲ってあるじゃん、中学の音楽祭とか、合唱祭とかで歌う曲、例えばなんだろうな、大地三唱とか、ビリーブとか、コスモスとか、あとなんだっけ、天をかける馬みたいになったっけ、なんかそういうのあるじゃん。なんか急に合唱曲聴きたくなって、1時間ぐらい夜2時ぐらいに合唱曲一生聴いてた。いやー、めちゃめちゃなんか懐かしい気持ちだったかさ。合唱祭ってさ、マジで青春だよね、あれ。めちゃめちゃ青春だと思わない？合唱祭って。だいたいさ、あれじゃん、女子に怒られるっていう。僕、ふざけて歌う派だったわ、だいたい。女子に迷惑かけてさ、ヒカックちゃんと歌ってって言われる派だったわ。みんなそうでしょ、多分。見てる人、だいたい男だから、みんな言われてる派だと思うんだよね。うん、だと思う。けど、やっぱ、合唱祭っていいよね。僕、ちなみに中学2年生の時に、指揮者やったからね、クラスで。クラスで指揮者って花形じゃん。僕、マジでリズム感とかないんだけど、指揮者やって、チームを勝利に導く、金賞とか銀賞とか、何も取れなかったし、一応僕の中学さ、指揮者賞っていうのがあるのよ。その、いい指揮者に贈られる指揮者賞みたいな。それも取れなくて、無冠のクラスを作り上げたね、完全に。僕のせいで。僕が指揮者をやったばっかりに無冠のクラスが出来上がってしまった。って言いながら、また7位なんだよね。もう、嫌だ、もう。途中まで良かったからさ、このまんまの調子で喋りながら、やっぱ雑談してる時の方がいいよね、みたいなこと言おうと思ったら、普通にめっちゃ沼り始めた、また。また沼り始めた。いいよ。こういうのだよ、求めてきたのは。求めてきたのはこういうの。こういうの、こういうの。こういうの。え？あ、6位。6位。7、7、6。全然ダメだ。レートも面々上がんない。面々上がんないってなんだよ。全然上がんない。やばい。待って、これ全然いいとこみんなに見せられてないな。よしよしよし。ちなみにさ、合唱祭みんな何歌った？僕ね、ビリーブ歌ったの覚えてんだけどね、その後全然覚えてないんだよな。何歌ったっけな。でもね、なんかいいよね。あのさ、合唱祭に向けて準備するのがいいじゃん。なんか放課後みんなで残ってさ、歌歌ってさ、なんかそういう残る時だけ、なんか部活ちょっとサボれたりして、でもなんかちょっと好きな女の子と一緒に合唱祭やって、放課後残るのにドキドキするみたいな。いや、あるよね。いや、みんなさ、そういう時間大事にして。なんかね、僕もまあ大学卒業して、まあ数年経ってるんですけど、やっぱね、大人になるとさ、そういう淡い青春を思い出して涙するものなのよ。だから、いや、でもね、みんなが、実際に体験してる時ってなかなかわからないと思うんだけど、そういう時間大事にしてね。さあ、クッパキャッスルに僕は挑んでくるから、やっていきたいなと思います。さあ、ここで3位以内出してしっかり終わろう。レートもしっかり上げてね。今3レースやってさ、何の収穫も得てないからね。このままだと何の成果も得られませんでしたってなるから。 OK、 さあ行きましょう。さあ、ちょっとさ、1周目さ、客観的にさ、実況してみるわ。さあ、ということで、ネコピーチ選手、しっかりと今回も沼スタートを切っていきました。さあ、10位からの10列目からの飛び出しということで、ただここでみんなが怪我をしている中、さあ、1人優越感に浸りながらしっかりと8位まで上げてきました。さあ、今の1位は誰ですかと。さあ、ここで火に当たってしまいますが、ここは想定内のプレーなのか。さあ、しっかりとコインを集めていきたいところですね、ネコピーチ選手。さあ、ここしっかりと行って、さあ、緑を周りにまとう。この緑をまとっている間は基本的に無敵状態。このパンチを食らいたくない。オッケー。さあ、このパンチをしっかりと逃げて、
さあ4位まで上がってきましたね、ネコピーチ選手。さあここから上位に上がれるかどうかがネコピーチのね鬼門になりますが、さあダブル交換ができない、しっかりとこの間をすり抜けていくという逆に高度なプレイングスタイルを見せていきましたね。さあここもしっかりと、さあしっかりと逆ドリフトを入れて、ピーポーくん、ピーポーくんではなくてピーパーくん、さあピーパーくんを抜けられるか、おいいですね、素晴らしい走行。さあ3位になりました、オッケーオッケー。この客観的な実況いいね、意外とこの客観的な実況が良かったのか。さあしっかりと前行こう、前行こう、お当たれ、よし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 、当たれ、もう一回、いやいけないか、いけないか。さあここ当たりたいけど行こう、さあここ火に当たらないように、いややばい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 、当たれ当たれ、おれれ、オッケーオッケー、ナイス、当たれ、いいねいいね、いいよ、いける、よしよしよし、当たんな、火に当たんな、よし、ノイバーンに勝てれば、ノイバーンに、あー痛い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 、危ない、ラッキーラッキーラッキー。今のってさ、あれ当たり判定ないんだね、今気づいたけど。行くぞ、さああの青春のみんなを指揮者賞に導けなかったから、その分ここでみんなを見せる、3位でもいい、まずは3位まで入ろう、3位まで入るために、オッケー、いやあれこれじゃない、この前さコメントで教えてもらったさ、逆にドリフト入れるって今みたいなことじゃない、一旦逆に入れてやるみたいな、オッケーオッケー。いやーそこ1位か、そこ1位ってことはあるぞ、ある、みんな応援して、みんな応援して、いけるいけるいける、これ生放送だったら神回だけど、投げろ投げろ、よし、当たったか当たったか当たったか、いやー頼む、ここに当たんな、ここに当たんな、思い上がんな、その程度のスキルで思い上がんな、オッケーいけ、よし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 、あるある、4位、全然ある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 、やばい、くんなくんなくんな、マジでくんな、2位だ、ノイバーンに勝てれば、またやっぱりノイバーンか、敵はノイバーンに、待って、ここで当てる、当たれ、空中で落ちろ、ノイバーン、当たんないか、ダメか、ちょっとショトカで、ここのショトカを使う、来い、来た、うわ、なんで、ねえ、もうさ、目の前じゃん、3位以内、目の前じゃん、ねえ、うわ、ここでギリギリ3位に入れない、これが比較ゲームズのマリオカート実況ということで、レートはしっかり上がったかな、4030まで行きましたので、多分この動画やって、でこの後生放送、また週末、あ、いや、どっちが先になるかな分かんないけど、はい、動画5本目も生放送も楽しみにしていただきたいなと思います。ということで本日もありがとうございました。よかったのかこれ、よかったよね、楽しかったよねみんなね、ありがとうございました。今日も高評価、チャンネル登録、そしてコメントとかいただけるとすごく励みになりますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう、バイバイ。